ハローイチュー。こんにちは、相川です。今日もあるある乗ってます。本当にバイク日和の4月16日ですね。なんかパリが燃えちゃってますけども、今日も安全運転で行きたいと思います。おいおい、不明ってことはひき逃げですね。国道22号下浅野なんですけど、ひき逃げがあったみたいです。ひき逃げね。3月30日午後6時45分、車が不明で自転車、それの交通事故でね、どうやら車がひき逃げしてみたいです。もし見かけた人がいたら警察へ連絡してみてください。逮捕されて当然ですね。弱者をひき逃げしてひどい話です。超怖いんですけど、今のも怖いですね。あれは行くと思ったんでしょうね。安全運転でお願いします。一旦右折車線で入って、それからまた元に戻ったんですよね。危うく追突仕掛けたので、ああいう運転はねやめてほしいですね。安全運転で行ってください。あんな感じでね、クラクション鳴らさない方がいいですね。驚いてアクセルとブレーキ踏み間違えるとかあるのでね、本当に冗談抜きで、ああいった信号発信しない場合はね、ジェスチャーでお知らせした方が。事故みたいです。あー、絡んじゃってますね。大丈夫ですかね。怪我人はいないですか。